やや生放送終わりテンションやいやー、天才テレビくん生放送見てくれてました？桜川ね、豪気桜川え、豪気どっち桜川っていう新しいギャグが生まれましたけども、こんばんは。あ、俳優組協会いやありがとうございます。今日はね、実はちょっとね、グミもね食べようかななんつって思ったりしております。だけど、まあこっちはね、まあ、10分ぐらいだからサロンライブの方でねやってグミ食べながら配信しようかなっつって思っておりやすが、うん、でも食べちゃう。何を食べちゃうか、山のしずく。これはね、基本ゼラチンって動物性のゼラチンなんですけど、これはね、魚とかね、そういう魚類のね、ゼラチンなんでね、口に入れた時に溶けるのがね、早いらしいんです。だから、こちらですね。とろけるグミとね、書いてありますけども、ほんまでっかと思うわけですよね。うわ、うまっ、うまっ、食べたかったこれ。テンテレ見てくれました？そうそう、山の雫、あゆよさんのあれで見ましたすっごい、っていうかグミ協会の方コメントもしてくれるんだめっちゃめちゃアクティブに。あ、それこそグミ協会の方、名誉会員の向井さん、パンサーの向井さんとグミ写真撮りました。後であげます。いや、まさかね、向井さんのラジオとかでもね、武者さんとのなんかね会話、いや、グミ配信みたいな感じになってますけども、今日はまあ年内一発目のうちのファンクラブのね、ライブ前にちょっとおひげ、なかなかないですよね。まさか天才テレビくんで新年一発目ひげかと思わなかったですけど、あ、でも一発目というか紙くとやってるからあれだけど、生放送ね。さあ、手振ってっていうね、ひげ配信ですよ。いやー、今日みんなどんな日よ、どんな日、今日いい日、それともあんなことがあったなと、こんなことがあったなと振り返る日、そんな日、明日のための今日は段階の日、明後日にすごい本番があるからその準備の日、いろいろあるかもしれないけど、俺はアクターズライブっていうのが、明日、明後日、し明後日に控えてるから、俺はそんな日毎回、うちのファニーね、ファンの方、うちのファニーって呼ぶんですけど、こういうテンションになると、あ、酔っ払ってるんですかと呼ばれるんですけど、酔っ払ってない日。はい、あ、これね、そう、 T シャツ作ったんです。アクターズライブ用ので、そこで販売してるT シャツ、むちゃかわいいぜこれ。まあバックプリントなんだけど、ちょっとこうロックティーっぽい雰囲気の、ちょっと説明しましょうか。あれ、これ、そっか、もうデザインは出てるんだよね。これ読めるかな、逆だから逆に読めてんのか、本当はこれちょっと読みづらくなって逆反転してんだけど、まあホリプロとね書いてあって、でちっちゃく後ろでスタッフが、そうなんだ。で、これ設立の日です、ホリプロが1960年ね。
で、あとアクターズライブのメンバー、ビャーっと書かせていただいて、これなんだと、このデザイン、これ何みたいな、こう思う方いらっしゃると思うんですけど、これ逆にしてみましょう。テレッテテーン、テレッテテーン、テレッテテーン。逆にすると、ここから読むと HAM、ホリプロアクターズライブ、こういう感じになっております。っていうのがね、意外とわからない、パッと見わからない T シャツを作りたかったわけですよ、私は。そういう方がね、着やすいかなというかね。これマジでちょっとかっこいいの。ちょっとロック T っぽくここもね、逆に、こう、枯れさせたわけですわ。そんな日。売ってるから、これ、みんな。で、で、よっしゃー、畳めた。よし、全然時間経ってないな。そろそろ、しかもファニーリンに行こうかなと思ったんですけど、ほんで僕がめちゃめちゃふざけたらなぜか見てくれる人が下手なんだと。ちょっとこのあれかな、そのダンディーな感じの今ヒゲ出してるのになんかおふざけしてるから、このギャップみたいなところに、あ、ちょっと違うなみたいな感じを思われたの、あ、増えましたね。増えましたね。これ言い訳したら増えんのかな、ごめんねとか言ったら増えんのかな、これ。そんな私でごめんなさいなぁ、とか言ったらね、増えんのかもしれないですけどね。さあ、ふざけたから、わらわら。ふざけたから、わらわら。背高っ！ってわかる？逆に。あ、こうやったら、顔が映らないかなってこと？そういうこと？今、どう？空調がすっごい、すっごい効いてきました。はーい。身長はですね、身長は180ですね。お、タイガが見てくれてますね。インドネシアの方々増えてるんです。あ、そうかもしれないね。確かにその可能性はあるっすね。あんまりインスタライブをしないからさ、ちょっと自分のファンクラブの前ぐらいはしてみようかなっつって思っておる試合でございます。釣り組ね、ちょっと行ってみようかな。いや、そうじゃないね。何にしようかな。あ、これなんか最近出たらしい、ハイカラ組。なんかこの間組協会の方、どっか、これなんか言ってたな、お嬢の喫茶。ね、行っちゃいましょう。お、なんかちょっとこうふわもち食感って感じますよ。まさにそんな感じだね。ちょっとマシュマロって割と噛むとシュワッとこう口どける感じはあるけど、これはちょっとこう弾力があって、なんか蜂蜜っぽい、レモネードって書いてあるけど、なんか後味蜂蜜っぽい味ですね。これはどちらから出てるんだろうね。かばや食品さんからですね。いや、うまい。さあさあ、じゃあちょっとね、おひげのインスタライブ、今日はだからテンテレの生放送が5時からやって、インスタライブ生配信やって、今からサロンライブの方に移行させていただきますので、楽しいなと思ったら、ね、チャンネル登録、いいね、ね、押していただければ嬉しいなと思っている次第でございます。
まあ、次のね、サロンライブの方でもチャンネル登録、いいねしていただいてという感じで、ストーリーにリンク貼ってあると思うから、もし来てくれる方はそこから飛んでみてください。お願いしてでねー